はいどうも、パスオです。今回は新NISA の罠、投資初心者が絶対に避けたい即死行為を解説します。新NISA になると制度が恒久化されたり非課税枠が増えたりメリットが多いイメージがあるんだけど、逆にデメリットや初心者が陥りやすい罠ってあるの？こうした疑問をお持ちの方は多いんじゃないでしょうか。確かにNISAがすごい改正なのは分かったけど、上手な活用方法や注意点も気になりますよね。そこをよく理解しないまま新NISAを使うのは危険です。そこで今回は投資初心者が避けたい新NISAの罠について解説します。この動画を見れば次のことがわかります。 1. 新NISAで気をつけるべきこと。 2. 新NISAの上手な活用方法。新NISAで失敗する危険性を減らせますので、ぜひ最後までご覧ください。本編の前にお得なキャンペーンのお知らせです。こちらに挙げているお金や投資の有料書籍がなんと今だけ無料で読むことができます。新しく期間限定、数量限定で最短でファイアを達成する方法、ウォーレン・バフェットの投資術という本も追加されました。メールアドレスの登録など簡単な条件で受け取れますので、お金の勉強をしたい方にはおすすめです。キャンペーンはいつ終わるかわからないので、今のうちに概要欄や固定コメントのリンクからチェックして読んでみてください。新NISAで気をつけること。一つ目は無理をしてまで投資をしないことです。新NISAと現行NISAで特に大きく変わる部分が年間投資枠です。年間投資枠は1年間でNISA口座を活用して新規に投資できる金額のことです。現行NISAの年間投資枠は次の通りで、積立NISAが40万円、一般NISAが120万円、ジュニアNISAが80万円となっています。新NISAはこれが大きく変わって、年間360万円、積立投資枠が120万円と成長投資枠が240万円になります。とにかく今までより枠がめちゃくちゃ増えたんですね。今の積立NISAの年間投資枠が40万円なので、新NISAの年間投資枠の360万円は9倍ということになります。年間投資枠が増えればより多くのお金を投資できるので、この旨味をフル活用したいと考えている人は多いです。新NISAが始まったら今までよりも投資する金額を増やさないともったいない、こう考えている人も多いと思うんですが、実はそこが初心者が陥りやすい落とし穴なんですね。投資枠が大きくなったことによって無理な投資をする方が多くなるんじゃないかと懸念しています。その背景にあるのが次の考え方です。 1. 現行NISAで染みついた考え方。 2. 新NISAの限度額は早く埋めた方がいいという考え方。順番に解説します。まず一つ目、現行NISAで染みついた考え方です。現行NISAでは制度の期限が決まっていた関係で、年間の非課税枠を使い切らないと、非課税で投資できる総額が減ってしまいました。例えば、積立NISAは2042年までの制度だったんですが、2042年までしか投資できなかったので、始めるのが遅くなるほど、トータルで使える非課税枠が減ってしまいます。それもあって、NISAは早く始めて、非課税枠は全て使わないと損になるとされていました。こうした考え方が染み付いていると、毎年の枠はきっちり使い切りたいと考えてしまいますよね。ですが、新NISAは制度が恒久化していて、投資可能期間に制限はありません。なので、現行NISAと違い、制度の期限を気にして、年間投資枠を使い切らなくても、非課税で投資できる金額は減りません。しかも、非課税限度額という生涯で使える非課税枠も1800万円に設定されています。仮にこの非課税限度額がなかったら、とにかく毎年360万円全部使い切ろうという考え方になると思うんですが、そうじゃないということですね。現行NISAで染みついたこうした考え方はなくしておかないと、新NISAで無理をしてしまう危険性があると思っています。次に2つ目、新NISAの限度額は早く埋めた方がいいという考え方です。新NISAの限度額1800万円は最短の5年間で埋めた方が将来のリターンが大きくなるという意見を聞いたことがある人も多いんじゃないでしょうか。これは確かに理屈ではその通りなんですが、この考え方を強く持っていると、無理をしてまで投資額を増やしてしまいます。その結果、自分のリスク許容度を超えて投資をしてしまって、生活資金が足りないとか、暴落に耐えきれず狼狽売りをしてしまうとか、いろいろな問題につながってきます。これではリターンを得るどころか、逆にお金が減ってしまって本末転倒なんですよね。非課税限度額の1800万円は間違いなく大金ですし、もちろん全額使えるに越したことはないんですが、埋めるスピードを競う必要はないです。たとえ時間がかかっても自分のペースで投資して埋めていけば OK なので、無理せずマイペースでやっていきましょう。とは言ってもですね、無理な投資をしないためにはどうすればいいかわからない人もいると思うので、そのシンプルな対策を2つお伝えします。1つ目、生活防衛資金に手を出さない。2つ目、数年以内に使うお金は別で確保する。こちらの2つですね。1つ目の生活防衛資金に手を出さないについては、基本的に投資はリスクを背負うので余剰資金で行う必要があります。
なので年間投資額が余っているからといって生活防衛費にまで手を出さないということが重要になります。これは私の実体験なんですが、生活資金まで投資に突っ込むと本当にメンタルが尋常じゃなく不安定になるので、これは全くお勧めしません。それと二つ目は、数年以内に使うお金は別で確保することです。例えば2年以内に結婚の予定があるなら、結婚関係の資金は投資に回さずに現金で持っておくというイメージですね。もし結婚式を挙げるとか新婚旅行に行くとかっていう時に、投資で損をしているから結婚式を挙げられないなんて言ったら、奥さんから損切りされてしまう危険性もあるので、これは絶対にやらない方がいいと思いますね。ここまでお伝えした通り、新NISAが開始されてからも焦って年間投資枠を埋める必要は一切ありません。確かに早く埋めた方が理屈上は有利なんですが、それよりも続けられる範囲で無理なく投資することの方が重要です。そうすれば長期で投資を続けることで複利による利益も得られて、しっかりとした資産形成を行うことができます。なので継続第一で頑張っていきましょう。新NISAで気をつけること。続いて2つ目は、むやみに売買を繰り返さないことです。新NISAでは投資した株などの商品を一度売却して非課税枠に空きができたら、その分は復活します。現行のNISAでは売却しても非課税枠が復活しなかったので、ここは大きな違いになります。非課税枠の復活について詳しく説明をすると、生涯に投資ができる非課税保有限度額は売却後に空きができれば復活するんですが、1年間に投資ができる年間投資枠は売却してもすぐには復活しません。例えば年間投資枠360万円を毎年投資して、2028年に非課税枠1800万円を埋めた状態で500万円売却したとします。その場合、非課税枠に500万円の空きができるんですが、売却した2028年には投資枠は復活しなくて、翌年の2029年に年間投資枠360万円が復活して投資できるようになります。そしてそのまま何もなければ、翌々年の2030年に残りの140万円が復活するというイメージですね。こうして売却により非課税投資枠が復活することは間違いなく改善なんですけど、一方で短期売買を繰り返す人が増えるという注意点もあります。こう聞くと、短期売買ってダメなことなの？利益が出たら早めに売って利益確定してもいいじゃんというふうに思う人もいるかもしれません。確かに短期売買によって短い時間で利益を取れる可能性もあります。ただ大原則として、短期売買で利益を上げ続けることは非常に難しいです。これは短期投資の経験がある人ならみんなそう言うと思います。いやいや、 SNS で爆益報告している人もいるぞと思うかもしれません。それはその人がめっちゃ投資がうまいか、もしくは勝ったトレードだけを自慢で上げている可能性もあります。一つ勝てたとしても二つ以上負けてて、トータルリターンはマイナスなんて話も全然あります。そもそも短期売買で勝てる人が多いなら世の中お金持ちだらけだと思うんですが、それができないからみんな長期投資をこうして選んでいるんですよね。今回のNISA制度の改正を見て、売却益が非課税だからうまくいけば短期でがっつり稼げる夢を見て短期売買を繰り返す人も間違いなく出てくると思います。その結果、長期投資で複利を生かした資産運用ができない人が増えるんじゃないかと勝手に懸念しています。ほとんどの人にとっては時間や手間をかけて短期投資で利益を狙うよりも、20年30年とインデックスファンドに長期投資した方がリターンは大きくなると思います。多くのアクティブファンドはインデックスファンドに劣るというデータもあるので、それは歴史が証明済みなんですよね。でも頭ではそう分かっていても短期売買をしたくなってしまうという人もいると思います。短期売買の対策としては次のことが挙げられるかなと思いました。1つ目、売却する必要がない投資先を選ぶ。2つ目、短期売買をするなら成長投資枠の一部で趣味程度に行う。こちらの2つですね。まず1つ目、売却する必要がない投資先を選ぶについては、そもそも売却する必要がない投資先ってあるの？っていうふうに思いますよね。そこについてはご安心いただきたいんですが、ちゃんとあります。例えば分配金なしの投資信託ですね。これだと管理の手間もかからないですし、個人的には最もNISAに適していると思います。あとは高配当 ETF など、売却しなくても保有しているだけで配当金をチャリンチャリン出してくれる商品っていうのもいいですね。こうした商品ならメンテナンスの手間がなくて、ひたすら買い続けていけばいいので楽ちんだと思います。続いて2つ目、短期売買をするなら成長投資枠の一部で趣味程度に行うについてです。ただどうしても個別株などで短期で大きな利益を狙いたい人は、成長投資枠の一部で投資すればいいと思います。あくまで損をしても痛くない範囲内で趣味程度にやるっていう感じですね。私はNISAで個別株は推奨しない派の人間なので、どうしてもこういう意見になっちゃいますね。
ここまで聞いて、じゃあ新NISA で投資したらいつ売るんだよ、売却タイミングが気になった人もいると思います。私は新NISA の売却タイミングは利益よりライフイベントをベースに考えるのが基本だと思っています。例えば結婚、出産、マイホームの購入、子供の受験といったまとまったお金がかかるタイミングですね。そういう時に必要な分だけ取り崩して、また余剰資金ができたら投資を再開するというのが基本的な使い方かなと思います。あくまで一例なんですが、新NISA の売却タイミングの参考にしていただけたら嬉しいです。新NISA で気をつけること、3つ目は高リスクな投資手法を選ばないことです。先ほどお話しした通り、NISA では短期投資などの高リスクな投資手法は選ばないことがおすすめです。その理由の一つとして損益通算ができないことが挙げられます。そもそも損益通算って何という人もいると思います。損益通算というのは投資で得た利益と損失を合算して相殺することです。これにより利益を小さくして課税される金額を抑えることができます。例えば銘柄 A を売却して利益が100万円出た場合、通常であれば税金で約 20% の20万円が引かれます。ですが損失がマイナス60万円の銘柄 B を抱えていた場合、それを売却すれば利益は100万円引く60万円で40万円になります。この時の税金は40万円の 20% で8万円ですね。損益通算をしなければ税金は20万円だったものが損益通算により8万円になって12万円も抑えられました。こう聞くとめちゃくちゃお得に感じませんかね。損益通算を活用すれば含み損の銘柄も処分できるので、売却益が出たらセットでやる人は多い印象があります。さらにですね、損益通算には繰り越し控除があります。繰り越し控除って何かというと、最大3年間にわたって損失を繰り越せる制度です。例えば1年目に50万円の損失が出て繰り越し控除をして、2年目にプラス30万円、3年目にプラス20万円の利益が出たとします。その場合1年目の50万円の損失を2年目と3年目の利益とぶつけて税金を減らすことができます。なのでたとえ損失が出ても損益通算を使えばその損失を有効活用できるんですね。ただし損益通算をする場合は確定申告を行う必要があります。ここまで損益通算について説明したんですが、これは特定口座や一般口座といった通常口座での話です。残念ながらNISA口座は損益通算ができないので、損失はそのまま損失になってしまいます。これはNISAの重要な注意点です。なのでNISAでは激ムズなんですが、絶対に利益を出すことが必要なんですね。ここまでの話を聞いて気づいた人もいると思うんですが、NISAでは短期投資などの高リスクな投資手法は向いていません。逆に向いている投資手法は長期でプラスになる確率が高い投資手法ですね。つまりインデックス投資が最適になります。なので具体的には全世界株式、 S&P500、 全米株式などに連動した投資信託への長期投資が無難ですね。結局そうなんのかよっていうふうに思いますよね。つまらん結論だと思われるかもしれないんですが、一般人には正直これで十分だと思います。新NISAで気をつけること、続いて4つ目は贈与税を発生させないことです。ご夫婦で投資をされている方で、新NISAで家族の投資枠を使って投資はできるのかなという疑問を抱かれる方は多いと思います。例えば自分の新NISAの投資額が非課税限度額の1800万円に到達してしまった、もしくは年間投資枠の上限360万円を使い切ってしまった、こうしたケースで家族にお金を渡して家族の分のNISA枠も使えれば、より多くのお金を非課税で投資できるのでお得ですよね。結論から言うと、家族にお金を渡して家族のNISA枠を使って投資することはできます。実際現行のNISAでもそうした活用をしている人はいるんですよね。ただし現行のNISAではほぼ問題にならなかったんですが、新NISAの場合は注意が必要になってきます。その理由は贈与税です。贈与税というのは個人から財産をもらった時にかかる税金ですね。これはもちろん家族間でも発生するので、投資資金として家族に渡すお金が110万円を超えると贈与税が発生します。家族の場合、生活費や教育費を渡す場合は贈与税はかからないんですが、渡したお金を投資など別の用途で使うと贈与税がかかります。贈与税に関して現行のNISAでは年間投資枠はそこまで大きくありませんでした。特に積立NISAの場合だと年間投資枠が40万円だったので、贈与する金額も年間110万円を超えることは少ないでしょうし、特に問題はなかったと思います。ところが新NISAでは年間投資枠が360万円になるので、家族にもフル活用させようとお金を渡すと余裕で110万円を超えてしまいます。これだと贈与税が発生してしまって、
お得だと思ったのに思わぬところでお金が減ることになってしまいます。これはバカらしい話ですよね。もし家族にお金を渡そうと考えている方はお気をつけください。じゃあ贈与税はどう対策すればいいのかっていうと、新NISAの贈与税に対する対策としては次のことが挙げられます。1つ目、家族自身の収入で投資する。2つ目、年間110万円以下で家族に投資資金を贈与する。こちらの2つですね。まず1つ目、家族自身の収入で投資するについては、これは元も子もないですが基本はこれですね。自分のお金で投資をするんであれば全く問題ありません。でもいやいや、そんな収入ないよっていう人はどうすればいいのというふうに思いますよね。その場合手間はかかるんですが、自分の法人で家族を雇うっていうやり方もありだと思います。例えば自分で法人を設立して、そこで家族を雇って給与を支払います。そうすれば給与は家族自身の収入になるので、そこから投資すれば問題はないです。ただしこれはめちゃくちゃ手間がかかるので、そこまで資産が多くない一般人には関係がない話かもしれないですね。続いて2つ目、年間110万円以下で家族に投資資金を贈与するについては、現実的にはこっちのパターンが多いと思います。具体的には毎年110万円ずつ渡して、あと10万円は自分で用意してもらって、毎年120万円ずつ投資をするみたいなイメージですね。そうすれば15年で非課税限度額の1800万円を使い切れるので、非常にいいペースだと思います。ただしここにも注意点があって、自分以外の人からもお金をもらってトータルで年間110万円より多くなってしまうと、当然贈与税が発生するので、その点はご注意ください。贈与税に関してはご自身の余剰資金や家計状況に合わせて最適な対策を選ぶのがいいと思います。新NISAで気をつけること、5つ目は他人と競争しないことです。新NISAは年間投資枠も360万円まで増えて、生涯で投資できる非課税限度額も1800万円で、これまでより枠が非常に大きくなりました。正直枠を全て使い切るのも一苦労というレベルだと思います。そうすると想定されることが、お金に余裕がある人たちによる新NISAの投資額マウントですね。自分は毎月いくら投資して新NISAをフル活用しているよと発信する人が増える未来が容易に想像できます。 SNS でそうした情報を目にすると、自分は出遅れてしまってるんじゃないかと感じて焦ってしまいますよね。これは新NISAに限らず投資全般に言えることですが、大事なのは競争しないこと、比べないことです。確かに新NISAに関しては最初の5年間で360万円ずつ投資して、最短で非課税枠1800万円を埋めることが理屈上は最適解です。ただ現実的に一般人が5年間で1800万円を投資するのはかなり難しいです。すでに資産形成をしていて資産があるという人はいいんですが、新規で1800万円を準備するのはかなり大変ですよね。それと SNS とかで毎月いくら投資していると情報発信をしている人の中には、その金額を権威性にしてフォロワーを集めたい、もしくは承認欲求を満たしたいという狙いがある人もいます。注目されて閲覧数が増えれば収益を上げられることもありますし、そのためエンタメ的に無茶な投資をして注目を集める発信者もいると思います。それを見て焦る必要は一切ないので、エンタメとして割り切って自分は自分でやっていくことが大事ですね。そうした発信に感化されて焦って投資金額を上げてしまうと、生活が破綻する恐れもあります。繰り返しになりますが、投資はあくまで余剰資金でやるもので、人と競うものではないです。なのでそうした発信に惑わされずに、コツコツ自分のペースで積み上げていきましょう。まとめの前に投資に役立つメルマガのご案内です。米国株投資に役立つ情報を知りたいけど忙しくて調べる時間がない人は多いと思います。そんな方はこちらのオックスフォードクラブの無料メルマガに登録すると、毎日米国株の最新情報を送ってくれます。メルマガは2種類あって、インカムレターの方では永久保有したい米国高配当株6銘柄のレポート、キャピタルレターの方では2、3年後に株価10倍が狙える3銘柄のレポートが読めます。配信停止も簡単にできますので、もし合わなければ速攻で解除しても大丈夫です。興味のある方は概要欄の URL からチェックしてみてください。まとめです。今回は新NISAで投資初心者が絶対に避けたい即死行為についてお話しました。改めてご紹介した新NISAで気をつけるべきことをおさらいするとこちらになります。新NISAはうまく活用すれば投資はこれだけで十分と言っていいほどの神制度になっています。なのでポイントや注意点を押さえて有効活用していきましょう。今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録やいいね、コメントをしていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっているので、そちらにもぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきありがとうございました。